端部の先端のところにギザギザの溝がないものですね。これがバブコックですね。これに対してショベルカーのようにこう溝がついているものがアリスになります。右のような渡し方をしてしまうと手を切ってしまいますので、歯を閉じた状態でしっかりと渡すと。アセトアミノフェン中毒、特に猫が要注意です。グルクロン酸縫合っていう能力を猫はもともと持っていません。嘔吐した吐物を持ってきてもらうことがとても大事です。中毒物質が何なのか分かる可能性もありますので、例えばこの症例のように43っていうふうに末梢の脈が打ってたりしても、実は心電図では50だったりとか、ですからやはり脈の状態を判断してその数値というものを判断するというのがとても重要と。ここで五感と装置のコラボレーションというのがまず一つ目が生まれたということですね。